さあ、なんか雰囲気的にボスっぽいかな。そろそろっぽいやな。ファイヤーネフィリム来ましたね。強そう強そう。あー、ステージ外です。うぅー、振り落とした時を狙うんだな。ここだな、ここを狙えな。オッケーオッケー、了解了解了解、ありがとう。じゃあそういうの言ってくれるのありがたいわ。オッケー、こんな感じでいいのかな。よしよしよし。で、で待つ感じ。うー、どっち振りかぶって、うわ、回転するやつこうね、こうね、こうね、こういうこと、こういうこと、こういうことね、こういうことで、ね、ちょっとさ、微妙に回転回止まらないでほしいんですよ。怖い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 、なになになに、攻撃できる。え、で、どこ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 攻撃タイミングあった、あったあったあった、わかんない。よいしょちょっとまあビビりながら、読めるまでビビりながら、うん、あ、でも意外と意外とそんなもんか。次何、なんか、ええ、なんか発射されたよ。花火花火、ドゥ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 、動画。まあでもこんな感じっぽいかな。一応なんか第一形態はなんかこんな感じな気がする。よし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 、オッケーオッケーで回復。いいね、はいはい、はいはいはい。うわ、ちょっと自分のとこに落ちてくるわけじゃない。ああ、いや今さ、明るかったところあったじゃないですか。あ、いや、なんかダメージ入ったね。そこに落ちてくるのかなと思って、反転で、おお、そういう感じそういう感じ。逃げようと思ったら許されなかったですね。これどうですかね、どの武器が一番いいですかね。一番いい武器を頼むですよね、本当にね。どれですかね。よし、とりあえずね、これで回復しちゃうことにして、どうか。よいしょ、あ、なんかちょっとひるんだ。あ、ちょ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 、怖い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 。ええ、なんじゃ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 。イソギンチャクみたいな頭してるね。うぅ、ちょっと待って、ちょっとノータイムすぎる、ちょっとノータイムすぎ、笑った。どれどれどれ、うわ、こっち、よいしょ、よいしょ。 L 押さないようにね。でもなんかジョギジョギ言ってるから、なんか弱点な気がしますよね、なんか雰囲気的にね。わあ、怖い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 、なに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 、怖い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 、ああ、動き続けて、大丈夫だ、よし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 モッティさん、くらいに行ってませんっていう、わかんないからね、わかんないもんはしゃあないですよ、わかんないもんはしゃあないんで。よし、これも微妙に怖いよ実際問題。よし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 よいしょ、あ、いいんじゃない、だいぶ入ったんじゃない。どうよ、まだまだ、あれ、またなんか別の攻撃来そう、これ。怖い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 、あ、赤くなった、ビー、目からビーム対応できてない。え、でもなんかやっぱさ、だからもうちょっとなんだよ、ウルトラマンのカラータイマーみたいなもんよ。おう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 、地面ちゃんと見て、あ、バラケール、1回だ、 OK。 なに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 、うわー、かっこいい。うわ、ちょっ、うまい。そういうのは、こういうのはかわし慣れてるからな。予備動作がある攻撃は当たらないですよ、私には。予備動作ない攻撃は、バキバキに当たりますけど。あ、早い早い、あ、そう、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、やばいやばい、むちゅちゅちゅ。そう。予備動作なければないほど当たるんだよ、私。目からビームばっかずるやぞ。近づいたら当てられるか、
これひるんだか、ひるんだか。はい、1、2、3、4、5、6、1、2、3、いけー、もうこのままいっちゃえ、もう即クソじゃないよ、即だよ。あー帰っちゃったちょっと何それ、途中で帰るとかあるの、何それ、なんで必殺技中いって敵の攻撃は、敵は動かないみたいな、そういうさ、甘くねえなエルシャダイは甘くねえな、甘くねえじゃねえかよ。お、あ、行った行った、お、やった行ったか、あ、よし、すごい、10分ぐらい戦ってた、多分10分ぐらい戦ってましたね。やったー、いやでも一発でいけました、よっしゃ、ふぅ、まあでも戦いやすかった、うん、ちょっとコウモリとかのあれより全然戦いやすかったですね。ネフェリンはだから可愛いですね、トータルで。ふぅマジバラクエルネフェリン、嘘だろマジで、嘘だろ、第二形態発生して、ああ、食われた、通報して通報して、食うことで相手を取り込むのか、まあそういうのよくいるけどさ、ちょ通報して警察に、ちょ食べられちゃったネフェリン、ああ体内にジョーラの男が吸い込まれていく。まだ本当の力じゃ使えないんだね。あ、ボタンなんだね、チャックじゃなくてそこ珍しいですね、ボタンタイプのね、デニムってね、あんまないですからね。僕が呼ばれた理由がやっと分かったよ。だから言えよその理由、教えてくれよ。あ、出た、メス、メスセラー、寝させら、お、あ、え、あ、出てきた、あ、助けてくれた、助けてくれたよ、続々新しい方がいらっしゃってますけど、新しい方なんですかこれは、瀬田さん、瀬田さん、瀬田さんが助けに来てくれたんですか、瀬田さんなんですか、瀬田っていうなんかメカなんですか、なんか何大掛かりすぎない、なんだこれ、あ、でもなんか捕まえた、お、レザービームが当たった、神すげえ神すげえなんじゃそれ、最初から神にやらせたらいいんじゃない、本当にバラケルが火のネフィリムに飲み込まれていたとはな、しかもさっきの力、そういうことね、まあいずれにせよあの化け物を倒せてよかったよ、よかったよかった、とりあえず次はアザゼルの支配する世界だな、アザゼル、あの老怪な男がおとなしくお前に捕まるとは思えない、きっと何か企んでいるだろう、気をつけろよ、はーい、イーノックはバラケルが支配する世界でウォッチャーたちの与える偽りの進化を嫌悪する自由の民と呼ばれるレジスタンスと出会った、うん、その長である神からネフィリムの共食いによって生まれた火のネフィリムの怒りを鎮めるよう依頼され、うん、不思議な力の助けを借りてこれを倒すと、イーノックはタワーのさらに上層を目指した、はい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 、まとめ、
タワーの真ん中ら辺来ましたからね。なんですか、スポットライトに乗るな、イノック。そに乗ってないと思うんですけど。お前にはまだまだ何何何何何、うん、新世界かっこいい。何これ、メトロ。進化の速度は神の想定を近代都市したのだ。メカメカしすぎる。この新しい世界をどう見る。メトロポリス。声も出ないか。すごい。まあでも東京もだいたいこんな感じだから。しかし人はみんなこの進化に歓喜し。首都高こんな感じっすよ。新しい世界を享受している。一緒一緒。似たようないい勝負してるわ。もはやお前は招かれざる者。地上界に居場所はないと心得よ。やめてー、うわー、どうかー、ゲームオーバー。急に捕まって、急に飛ばされて、急に叩きつけられて、そして無傷な男、ロボットより無傷な男。チャプター6、アザゼルの野望。いいね。いや、マジ世界観めちゃくちゃいいですね、これ。うわ、すごい。なんこれ、背景かっこよ。えらいとこ来ちゃったね。とにかくここを歩いて探すのは無理だね。そうね、広いしね。どこにいる、そもそも。そもそもどこにいる。すいません、どこにいます。手配するよ。どっち、どこ。すいません、人探ししてるんですけど。また連絡する。あー、ちょっとわかんないよ。とりあえずさ、手近なところから行ってみます。おーおーおお、あ、いた。君はどうした。自由の民なんだ。未来、アザゼルが見せつけた高度な文明とやらには度肝を抜かれた。夢を見ているようだ。人は本当にここまで進化できるのか。ヨシンバ、進化するとしてもとてつもない年月を要することだろう。人の手を経ず、過程を抜きにした進化、これを偽りと言わずに何と言おう。いいね、なんか何にでも通じるような言葉でグッとくるものがありますね。とりあえずセーブしたい。なんかこっちっぽいんだよね。あー、いた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 。ちょっとマジで待ち合わせ場所ちゃんと指定して、こんな道路のど真ん中じゃなくて。いや、ほんと困ったわ。駅前の8号とかにしてくれない。ほんとに何の目印もないじゃない。なかなか似合っているじゃないか。何これ。顔面映画泥棒。逃げやすいだろ。何、走れるの、速くなるの、そういうこと。バイクステージ説明。ハンドル操作、障害物を避けたりアイテムに触れるにはハンドル操作を極めることが。こんなリングも思いのまま。攻撃が X、 力を貯めることで強力な技を出すことができる。LR でスライディング、車体をスライディングさせれば障害物をかわしたり敵にダメージを与えることができる。ウィリー、前輪を上げて後輪だけで走行する。一時的に急加速が可能。うん、走行中に触れれば一定速度が上がる。スピードアップアイテム、武器もチェンジできる。はい、よいしょ、やってみましょうか。うぅ、なになになに、うわー、そういう感じ。これをバイクでかわしてくみたいな。かっこえー、これ本当にエルシャダイだ。マジでエルシャダイ、こんなゲームだ。わーお、かっこいい。めちゃくちゃ仮面ライダーだな。仮面ライダー、そんな装備で大丈夫か。おい、こう、レッツゴー。いや、むずい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 。結構操作むずい。結構操作むずい。ちょ、うえー。攻撃どうすんだっけ。
攻撃かか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 かあ、これ上に乗りたかった。あー、ジャンプで乗りたい、ジャンプで乗りたい。いや全然わからん。あんまり A 押しすぎた方がいいか。ちょ、X 攻撃、ここ、ここ、あー、ちょ、痛い。ジャンプできないんだよね、ジャンプできないんだよね。あ、でもなんか攻撃できてる、攻撃できてる。合ってるの、合ってるの。おーこれね、遠距離がいい。取れないよ。これない。あ、来た来た。あ、いいっすね、いいっすね。で、これで詰めながら、あ、パンチになった。ちょ、曲がれ。カーブは LR、 カーブは LR。 あ、ちょ、コーラむずい。痛い。全然攻撃刺さんだ。なに、どこどこ、こっち。そう、そこに向かっていっちゃう。夜行中がごとく。はっ、いいの、ゆっくり行こうか。左、ちょっと結構ね、おお、あ、ジャンプ台ね、これジャンプ台なのね。ジャンプ台、ちょ、おー、いった。いいの、よかったの。よかったの、できてたの、ちゃんと。あー、ギリギリ、スレスレとか。楽しい。まだ続きます、まだ続きますよ。なんか言うて、そんな、いて、あ、おお、なんか後ろからやばい、ライバルが来たな。そんな攻撃食らうわけないだろ、俺が。いえ、やばい、オーブナー、あー、やばい、これはタイヤが擦り切れちゃう。うわぁ、前からも後ろからも強い。うまーい、すごい。いいね、うわ、いいね、ハリウッド映画見てるようですね。いいですね。あ、いいね。今のやれって言われてもできないけど、絶対。よいしょー、うま、今のよかったね。どこ道が分かんない。ちょ、とりあえず道は示してくれ。あー、痛い。あー、ちょ、うわ、これむずい、これはやばいぞ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、それがいい、遠距離。よしここ、ほらほら、やっぱこれだよね。いや、絶対それだと思った。はい、ゆっくり行こうね。こっち、痛い。ハート、あ、無理くり。ちょ、危ない。上、無重力体験をあなたに。すげえ、もうすごいしか言ってない。あー、これは無理。ジャンプできないんだもんな。あ、いや、ちょっと待って、今くぐれたぞ今。それ緊急回避できるの、マジ。もう一回、あ、緊急回避できる。あ、いいもの見つけた。いいもの見つけた、これは。だって避けらんないもんね、あれね。あー、この武器になっちゃった。おお、うわおもろ、マジで。あ、何、そう、いや、痛い。これ当たってる。やお、あ、無理、これ痛い、これむずいな。よいしょ、あ、いけた。おお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 お
おうおう、でそこわざわざ通る横でよくねなんでオートレースの選手でもそこまでの力量ないだろ。なんかまた来たよ、珍相談みたいなのが来たぞ。珍相談かん、やばいやばいやばい、もう頭珍相談刈り取ろうとしてるからダメですよね。頭悪いですよね。バイク止めさえすればさ、動けないんだからバイクから願いをしたんですよ。ういちち、いやーそういう感じ。いやーこう分かった、そういう感じなのか、そういう感じなのね。いい、これくーよし、当たって当たってはいる、当たってはいそう、当たってはいそう。なあ、なんなん当たってる。ちょっとあのね、武器変えたいちょっとやや不利な感じがする。よし当たった。おい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 、おい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 おえ、でも追い詰めてない結構。あー切り刻んでいく。おまだあるよ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。先週今週とね、ポケモンスリープでエンテイのイベントがありまして、まあ、モッティも無事エンテイをゲットできました。まあ答え普通だったんですけどね。はい、まあということで、じゃあ次はスイ君のためにオーダイルでもワニの子か厳選しに行きますか。あったかくして寝ろよ。